成いたしました。ミリトル天狗森友でございます。マジっすか。はい、こんにちは。今日はですね、再びドンパチ松本駅前店に来てます。なんかちょっとどえらい丼があるらしいんで、がっつりやっつけていきたいと思いますけどね。マーゴーで食ってきます。なんかどえらい丼があると聞いたんですけど、はい、こちらのネギトロ天狗盛り丼がおすすめでございます。なんすかこれ。これどんななってんす。めちゃめちゃてんこ盛りのネギトロ、はい、名前の通りネギトロがてんこ盛りになってると思うんです。ネギトロてんこ盛り丼、かしこまりました。ありがとうございます。お待たせいたしました。ネギトロてんこ盛り丼でございます。マジっすか。たっぷり召し上がってください。これ悪ふざけですよね。これは大人気の商品です。すごい、これ食べきれなかったら蓋をして持って帰る。食べますよ。こうよ。そもそもどうやって食べれば一番いいんですか。山だよね。山。うまい。めっちゃうまい。ただもんじゃないですね。通常のネギトロ丼の2個分より多い？ご飯見えないし。いや、もうしっかりご飯食べて、ご飯もしっかり入ってるし。これは勝負だね。ある意味、ドンパチとマガオニストの勝負だ。あたちの女の子が完食するなら、40のおっさん完食できないと恥ずかしいでしょ。うめ。どうよ。食べてんだよ。なんかご飯の量もすごいな。うまいから全然いけそうな気がする。トロトロ。ネギトロどうなの？残します。持ち帰りますなんて言えないでしょ。まだもんじゃねえよ。ご飯すげえな。半分いただけるか。こっからかな。うまいんだけどね。休むとダメなんだ。休んじゃうとダメ。ドンパチに負けねえ。ドンパチに負けねえ。
ということで、ドンパチのてんこ盛りのネギトロ丼倒しました。ドンパチの丸ふざけに負けませんでした。次の挑戦点求まらないけど、また次のドンパチの挑戦受けて立ちます。